はですね、雨予報、雷予報だったんですけど、なんと雲一つない、晴れています。いいですね、自分が見れて。仕上がりはどうですか？いつも通りです。いつも通りが仕上がりがいいんで。なるほど、すいませんが。おっしゃる通りです。大会アンバサダーを務めていただいている九州福岡を拠点に、全国海外での活動のフィールドを広げるアイドルグループピンクの皆さんです。ありがとうございます。そして高木優美さんはフルマラソンに初挑戦されます。ランナーの皆さん、ゲストの皆様と一緒に大会を楽しんでください。頑張ってフィニッシュで待ってるよ。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、多分大丈夫だと思います、今のところは。で、肩の力が疲れたらダランとした方がいいですよ。あ、ありがとうございます。そうなんですね。すごいです。給水所あります。まだ奥にも給水所出ています。ありがとうございます。何が一番嫌ですか？なんか美女が崩れるのが嫌です。メイクうまくいったのに。ねえ、うわ、もう最悪やん。
河合さん、多分、そろそろやばいんで僕。もうもっとゆっくりしてください。なんで、いい感じで離脱します。歩いてください、歩いてください。ありがとうございます。さようなら。いや、ゴールでお会いしましょうね。練習とか見に行きました。参加しました。やばかしてからちょっと自分もやべえなと思って頑張ったっすけど、はい、そっからなんか一気になんかちょっと火がついたじゃないけど、ね、ええ、なんかあんだけ普通に平然と走れるんだと思って、やばいっすよね。息が練習とかも息が全く全然上がってなかったから。普段ダンスしてるなってるから肺活量すごい。今風が本当に強すぎて、そうですね。体がちっちゃいき余計に多分あの辺がしんどかったんじゃないかな。あ、優しい。これって YouTube 載せても大丈夫ですか？いいですよ。いいですか？ありがとうございます。はい、
着位は3時間53分24秒となっております。8時20分にスタートいたしまして、この糸島の地まで 42.195キロ、見事完走。そして高木さん、見事完走です。おめでとうございます。頑張りましたね。頑張りました。はい、ということでマラソン2人ともお疲れ様でした。いやー、もう田中さんもね、いつも編集していただいてるんですけども、田中さんもなぜか知らないですけど福岡に来て走ってるっていう、エントリーして東京です、家族ぐるみでね、はい、家族来てくれて、どうでした、福岡の街並みは。まずちょっと激しかったです、福岡の街並み。福岡マラソンって結構難易度高いらしくて、はい、あ、そうなんですか。やっぱりその30キロからの坂道っていうのがみたいな、めちゃくちゃきつかった。30キロからの坂道、あの海沿い、風も強かったですね今日は。風がてかやばかったですね。やばかったですね。何秒ぐらいでした、何分何秒。6時間8分とかでしたよ。私4時間台で予定してたから、なんなら4時間半で行けちゃうとか言ってたんですけど、もう本当に無理でしたね。もしかして来年、来年はあの金子美さんの足っていうことで今カメラをしてくれてるんですけどね。うおバリバリ不細工した。私もね、今日ちょっと気づいたことがあって、爪が折れちゃって気づいたことって。でもマジでゆうみさんが感動しました。泣いてないからね。いや、泣きそうになりました。でもね、みゆのね、目薬ね、ずっとブンブン振り寄ったけんね、もう泡泡だらけ。本当やん、これ助かられた。で途中ね、メンバーがね、リオナとかパタパタしてくれたりね、なんかレイの手のままなんかタブレット食べたり。なんか面白かった、本当にありがとう。で、うち暑いのいらなはなんかずっと上着をしてくれて、暑いって。いらんないらん、ちょっと暑いけん大丈夫。ちょっと暑い、ガチ大丈夫。みんな優しかったです。感じますね。はい、で、来年はね、身内が走るということでね、皆さん一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。二十歳やけん、いろいろね、記念日だし。もう今、逆に言えば今の段階からね、練習ができますからね、うん。マジでもさ、4時間台で行ってみてよ。見る、なんか最高記録出してみてよ。無理です。いや、いけるけん。そんな感じで、これ締めは、福岡マラソン皆さん応援いただき本当にありがとうございました。